はい、おはようございはい、おはようございます。昨日の鳥こんな感じです。まあごまだれとかポン酢とか何かけても美味しいです。で、この鶏を作った茹で汁が、まあ当然ながら、めちゃくちゃうまいんで、うどん入れてもいいんだけど、中華麺入れてもいいんだけど、まあ、ああ、ネギがない。まあいいや。パックご飯、ドボンしまして、生姜チューブぐらい足そうか。もうそろそろあと1回ぐらいでこのチューブも使い切りか。よいしょ。ザー。最後に、こうした方がいいかな。はい、朝からご機嫌な刻み海苔ぐらいあればいいんだけどな。雑炊の完成です。どうでしょう。やっぱり海苔ぐらい何らかの形で、刻み海苔がない、はい、ご機嫌な朝ごはんの完成です。ではでは。はい、サラダに、胸肉足しました。今は皮を弱火でじくじく焼いてます。炙ってます。多分30分ぐらいはかかると思います。今こんな感じで。鶏皮から油を絞り出して、チー油を作っているところです。まあ、この皮も食べてもいいんですけど。はい、一旦止めます。はい、それでは、チー油を取った後の鶏皮。またこれがうめえんだ。はい、鶏胸肉を入れまして、あ、親子丼かこれ。じゃあ白だし入れようかな。まあいいや。これは、私の動画でよく登場する、いつものチャーハンってやつです。生姜チューブは入れすぎぐらいが好きです。塩コショウは、かなりきつめにしてます。最後使う醤油は香り付けであって、
味付けではないんで、私の場合は。だからこの段階で塩コショウはちょっと強めにしてます。はい、パックご飯ドシャー、はい、おなじみの光景ですね。はい、温めたパックご飯を、チャーハン作るときは冷や飯でとか、まあいろいろあるんですけど、それから、まあもう私はここで混ぜ込みます。これが安定して、鶏皮から取り出した鶏油が映ってますかね、これで。例えばサラダ油とかごま油とか、油が足りなかったら足してもいいと思うんですけど、今回はしっかり取れたんで、さすが胸肉2パック分、もうこれで十分かなと思ったんで、暑くて嫌な夏の夏に対して名残惜しさを感じる、あの鶏皮と、水のハイボール、結局朝の雑炊とさっきのサラダのちょい足しと、それとこのチャーハンなんで3品作ってるんで、まあいいかなと。で、あ、今回は胸肉を柔らかく食べるために、災害用備蓄のポカリの粉、ポカリの粉、ポカリの粉を消費するが目的でしたけれども、別にあのもも肉でやってもいいし、まあささみは皮がついてこないか、その料理をするときは絶対に胸肉なんだなんて思わなくていいですからね。あのもっと雑にいきましょう。では、ほんとお醤油はここは香り付けでちょろっとだけなんです、あえて。なんかひっくり返しそうで怖い。そうね、気取った言い方をするのであれば、自家製チー油で作るチャーハンくらいでどうですかね。はい、いただきます。
この鶏胸肉がね、こうさっきサラダでいただいていた時と違って、こうちょっと加熱するだけでこんなにもホロホロうめえ。うまい。はい、ではでは。